今の自分の餌食は楓さんです。お願いします。はい、かわいいですね。はい、それでは今日教えていきますんで、じゃあ。毎回ね、違うように動いてる。で、手もどっちかって言ったら左側に引っ張り込んでるから。で、まず構えてダーツ持たないで、ちょっと素振りしてみて。そう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 。で、こっから取ったような感じで素振りしてみて。構えて、投げる瞬間に体がこう入ってる、こっちにこう。で、できたら上げて、そう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 、これで投げなさいって言ってなくて、これでたまに練習入れて、で今度足ついてないし、やっぱちょっとこっち片足で立ってるんじゃないですか。そうそうそう、できたら素振りで手を回す目的に向かって投げる練習と、たまに片足を上げてこう自分のバランスをもう手だけで投げる、体使わない手だけで投げるっていう練習をすればすごく安定してくれます、今日はキュートな楓さんでした。ごきげんよう。